チャンピオンの渡辺二郎がこの大阪城ホールのリングに上がりますのはタイトルマッチ、今日が3度目になりますが、今晩のリングサイド放送席には、おなじみの藤本義一さんをお迎えしております。こんばんは。藤本さんはこのチャンピオンの試合をですね、はい、タイトルマッチずっと欠かさずご覧になっているということですか。はい、まあね、3回リングサイドで見まして、あとはいろいろこの 11PM で地方局行くでしょ、そこでビデオじゃなしにその中継をですね、全部見ております。あ、そうですか。はい、どんなところに惚れてらっしゃるんですか。日本憲法っていうのがありまして、今で53年か4年経ちますけれども、僕がそれやってたことありますし、彼も先輩でらっしゃるんですね。先輩っていうのやったらね、くっつこんだだけで、彼はその50年目にですね、出てきた世界チャンピオンというわけで、はい、日経の皆さんと一緒にですね、応援してるんで、もう惚れ込んでるわけですね。例えば一言で言うと、どういう、大変シャープっていうか、鋭いっていうか、海老原君とかですね、はい、あるいは大場君の再来見るようだし、それでいて、なんか、今日の、ね、解説 原田さんみたいなですね、なんかずぶとさがあるしね、両方なんか兼ね備えてるのが大阪から出てきたなという感じですね。なるほどね。はい、さて今朝の計量ではチャンピオン挑戦者ともに115ポンドリミットちょうどでパスをしております。なお解説の元世界チャンピオンのお二人ですが、ファイティング原田さん、小林博さんがそれぞれ両選手の控え室に行っております。現在の表情を伝えてもらいましょう。チャンピオンサイド、読売テレビの一丁田さん、どうぞ。はい、チャンピオンはこれまでになく余裕のある表情をずっと見せてきたんですが、今日になってちらっとそのちょっと気がかりがなるような表情も出たんですが、そのところハッサン、チャンピオンの心境どのようにお考えですか。そうですね、本当に今までないようなね、その調子の良さそうな感じで、先ほどちょっと言ってみましたように、その1回目からチャンスがあったりくっていうようにね、非常に控え室でも燃えてるような一汗かいてね、これは僕はファーストラウンドが楽しみにと思ってるんですよ。すでにコスチュームを着替えまして入場を待つばかりの控え室のチャンピオンです。チャレンジャーの控え室です。計量後スパゲティに 100g のステーキ、そしてフルーツサラダと、チャンピオンと食事は同じ内容でした。でゆっくりと昼寝を2時間取った後、この控え室に入りまして、軽くシャドーボクシング汗を流しました。小林さん、はい、この控え室の表情、チャレンジャーご覧になってどんな感じですか。そうですね、非常にリラックスしてるというかね、むしろ新東ジムの会長の佐々木さんが非常にね、緊張しましてね、檻の熊じゃありませんけどもね、うろうろしてたんですけどもね、その分その和真くんの方がねリラックスしてたって感じですね。はい、チャンピオンは早めに仕掛けてくるって感じですが、小林さん、勝機チャレンジャーどういったところにあるでしょうか。そうですね、やはり得意の右ストレートがですね、いかにその入ってくるときに当たるかと、その距離の取り方は非常にね難しいんですけどもね、思い切って踏み込んでその右ストレートが当たるといい結果が出るんじゃないかなと思うんですけどもね。はい、チャレンジャーの控え室でした。放送席どうぞ。はい、今朝の計量の後、コミッションドクターの藤立先生が特にこの挑戦者の勝間のコンディション、ここ数日非常に良くなっているなという、その言葉が私には大変印象的でした。さて今晩のジュニアバンタム級タイトルマッチは、読売テレビ日本テレビの共同制作によりまして、全国27局ネットで大阪城ホールから実況生中継でお送りしております。チャンピオンは今晩の試合が26戦目、一方挑戦者は今晩が27戦目とわずか1試合ではありますが、キャリア1戦上回っている挑戦者なんですが、ここでリングを離れての両選手の素顔を垣間見ることにいたします。渡辺二郎と勝間和夫のマルキンマルヒ人生。ここは大阪東淀川区淡路、渡辺二郎の両親が経営する喫茶店風車である。お兄さんの修さん、実質上この喫茶店の運営を任されている。どうですか、清潔で広々とした店内、ここでゆったりとくつろぐ渡辺二郎。話し相手はお父さんの常次郎さんとお母さんの八重子さん。今日は渡辺が始めた事業の相談である。今は優雅な隠居の身を楽しむ両親と一家団らんのひとときである。渡辺二郎の愛車はこれ、長年乗り慣れたポルシェを降り、先頃買ったばかりのベンツ、もちろん新車。マンションに住み、ベンツでジムに通う、まさに独身貴族を謳歌する世界チャンピオンである。一方勝間和夫は東京の下町にある長屋に住んでいる。住めば都、狭いながらも楽しい我が家、6畳と2畳の二間に妻と子供の3人暮らし。奥さんの純子さんとは2年前喫茶店のボーイ時代に知り合って結婚した。そんな勝間の愛車はこれ、
は渡辺二郎の通う名門大阪帝拳寺。防衛戦を前に活気がみなぎる。吉井清会長は市内に数軒の店を経営する実業家でもある。真剣な眼差しで見つめる足立トレーナーをはじめ、優秀なトレーナーが3人もいる。そしてスパーリングのパートナーはジムの後輩、日本チャンピオンの六車拓也である。他にもいろんな秘密兵器がある。まずはビデオテープ。ここには挑戦者勝間のものはもちろん、過去の自分の戦いぶり、世界の有名選手の試合など、あらゆるものが収められている。そしてこれは疲労を早く取るための酸素マスク。今日のスパーリングのビデオを見ながら疲れを癒す渡辺。その他にもいろんな科学システムが揃っている。対する勝間は東京の新東ジムに通っている。もともと大阪の神林ジム所属だが、東京に勤めていた関係で自衛隊の先輩の佐々木隊長のいる新東ジムに居候している。ここでは会長自らが教えている。まさに手作りの味、勝間である。今回のタイトルマッチに備え、渡辺二郎は六車、野島といった日本チャンピオンたちと一緒に白浜で合同キャンプを張った。突然現れた世界チャンピオンに浜辺のギャルたちもびっくり。一方の勝間はスパーリングパートナーと2人で人知れず熱川でキャンプを張った。オフの渡辺はテレビ出演に公演にと引っ張りだこである。この7月大阪府民栄誉賞を受賞。そして歴代のスーパースター、アリ、ハグラー、レナードなどと共に WBC 主催のパーティーに招待された。名実ともにスーパースターの仲間入りした渡辺二郎と、明日のスーパースターを夢見る勝間和夫。今夜2人の火花は炸裂。藤本さん、まあ、あの世界戦10連勝を樹立しているチャンピオンと、それからこれからタイトルを手に入れようという勝間、はい、現時点では好対照の2人ということになりますけどね。まあ、あの生活から見たらあのハングリーだというのはまあ勝間君なんだけれども、今日もしあの、ね、その勝間君が自転車が飛び降りてですね、ベンツの若者を引きずり下ろしたならば、うん、これでまあベンツになっちゃうんですね。俺そういうことですよね。まあ、両方ともね、大変大阪的な生活という感じしますよ。あ、そうですか。はい、はい、原田さんね、はい、まあ、チャンピオンも常々、負けて控え室に戻るのは大変怖いと、だからボクシングが怖くて面白いんだということを言ってますけれどもね、今回非常に口数が多いのがね、ずっと目立ってたんですけれども、その辺どういうふうにお考えになりますか。うん、そうですね、やっぱり調子がいいからね、そういう言葉もいろいろ出てくるんじゃないかと思うし、はい、また調子がいいだけにですね、僕はちょっと不安だという感じを受けるんですよね。過去やっぱりチャンピオン見ててもですね、完全だっていうほどね、大丈夫だっていうやつほどこう失敗してるのが多いですかね。だからということじゃないんですけども、はい、やはり調子がいいだけにちょっと光るなっていう感じを受けるんですよね。そうですか。まあ、一方の勝間ですけれども、まあ、これまでの歴戦の中で、試合前の予想をもうことごとく覆して周囲をあっと言わせてるね、小林さん、はい、そういう試合の展開なんですけれどもね。そうですね。それではここで去年の5月に、前チャンピオンの渡辺睦夫から日本タイトルを奪った試合をご覧いただきましょう。一方の勝間和夫は去年の7月にこのビデオをご覧になりながら、はい、勝間のボクシングというのをちょっと解説してください。そうですね、この右ですね、そうですね、この右はね、今までずっとその KO とかね、はい、逆転でチャンピオンになったりというようなその結果をね招いたんですけれどもね、非常に力まないで打つ感じというのはね、非常にいいんですよ。ですからここでね、あまり勝間君がまあ欲をかかずに、はい、まあ、かかるっておかしいですけどもね、自分のボクシングをですね、やるってことですよね。はい、さあ、今立っている黒い洋服の方、これが純子夫人、そして裕太君です。この試合で右ストレートのカウンター戦法に自信を持ちました勝間、以来5連続 KO 勝ち、今日の挑戦切符を手に入れております。さあ、必殺の右ストレートにハングリー人生の一大転機をかけまして、今よしと一声、勝間が世界初挑戦のリングに向かいました。控室を締め切り、一人になっての瞑想を今終えたチャンピオン、これから通い慣れた栄光の赤コーナーに向かいます。さあ、頑張っていこう。
本独星を勝つと勢いに乗る挑戦者勝間和夫。どんな感じを受けられましたか。そうですね、一番危険なのはね、焦りですね。チャンピオンにとって焦り、それで油断と焦りがですね、ないまねになっているのは渡辺君に見えますね。だからね、これ落ち着きというか、僕はやっぱり中盤以降でですね、勝負の決着をつけてもらいたいと思うんですけどね。そうしますと予想としては何ラウンド。僕は7、8ぐらいのね、ところの KO というのを見たいんだけどね。あ、そうですか。はい、はい、史上6度目の日本選手同士の世界タイトルマッチは、主に大阪生まれのボクサーによる対決となっております。 WBC ジュニアバンタム級タイトルマッチ、試合開始が迫っております。リング上では両選手のグローブの取り付けが行われておりますが、今晩のグローブ、日本製6オンスのグローブを使用いたします。そしてこの試合のスーパーバイザー、立ち会い人は WBC 実行委員、オーストラリアからやってまいりましたフランク・クイールさんです。実はこのクイールさんが原田さんとジョニーファメションの試合を見て感動したということをね、原田さんに言ってましたけれども ね、で今回また日本で会えて本当に嬉しいということを言っておりましたが、そのフランク・クイールさんが今日のスーパーバイザー、立ち会い人であります。ただいまより国家推奨を行いますので、誠に恐れ入りますが、国立の上、トップの方にご注目願います。今晩の WBC のタイトルマッチは12回戦です。ここでコミッショナー宣言が保坂誠コミッショナーによって行われます。コミッショナー宣言、ただいまから行われます WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオン、ここで簡単にルールを説明しておきますと、採点は10点砲です。そして先ほどもご紹介しましたように、日本製6オンスのグローブ、さらに、フリーノックダウンシステム、つまりラウンド中何度ダウンがありましてもダメージがないとレフェリーが判断した場合には試合が続行されるという、そのフリーノックダウンシステムでこの試合が進められます。1985年9月17日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー保坂誠。コミッショナー宣言が終わりまして、これから選手紹介であります。ただいまより WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦を行います。
世界ジュニアバンタム級チャンピオン115ラウンド大阪天津所属渡辺次郎。なにわのチャンピオンは現在日本でただ一人の世界チャンピオン。 WBC 世界ジュニアバンタム級第6位一番に強い男です。逆転勝利に燃える男、勝間和男、神林健闘会です。ジャッジ、柏木亮次。柏木亮次さんは世界戦19度目。熊崎光大さんは初めての世界戦です。ジャッジ、中森翔次。中森翔次さんは5度目の世界戦。レフリー、ドクタージェームス・ジェンケン。レフェリーは採点には加わりません。アメリカ・カリフォルニアからやってまいりましたジェームズ・ジェンキンさん、14度目の世界戦のキャリアです。WBC ルールによりますと、チャンピオンと挑戦者が同じ国の選手の時にはその国の審判も中立とみなすとありまして、今回ジャッジはいずれも日本の審判員であります。さあ、注目の第1ラウンドが始まりました。原田さん、はい、1ラウンドから倒しに行きたいというチャンピオンなんですけれどもね、どうでしょう、出てきますかね。僕は1ラウンドそのちょっと興味を持ったんですけどね、はい、やはりあの冷静見てますね、相手を見てますね、はい、一方小林さん、はい、勝間としてはやはり出方が注目されるんですがね、はい、現在のところはどうですか。いや、まあ、あの今まで通りですね、うん、あの勝間君がね、左をちょこちょことかのジャムを出しながらですね、はい、あの距離を測ってるわけですよね。はい、左のリードパンチ、そして、右を狙う構えではありますが、まだ右は全く見せておりません。挑戦者黒いトランクスの勝間、一方サウスポースタイル白いトランクスに黄色いベルトラインがはっきりと鮮やかに目に入ってまいります。チャンピオンの渡辺30歳と6ヶ月、一方の勝間が27歳4ヶ月、この3歳年下というのが自分にとってはその若さということで大変、大きな自信の肩になっております。背中を見せている挑戦者の勝間和夫、渡辺がその1ラウンド KO にこだわるのは前回の V2 戦、つまり振り遅とソラノとの試合、後楽園ホールで行われましたが、その試合で完全燃焼しきれなかった、そのあたりお客さんにも満足してもらえなかったんで、今日はボクシングの醍醐味である KO で決着をつけますというあたりにその言葉が出てきているわけです。ちょっとニヤッと笑いました。余裕がありますチャンピオンの渡辺。叩きでリズム。一方背中を見せております、挑戦者の勝間の方も現在5連続 KO 勝ちとノリに乗っております。今年の3月にはサウスポーの前、世界フライ級チャンピオンの小林浩二を12ラウンド TKO で下しまして、まあ、言ってみればそれで今日のこの挑戦切符を手に入れたと言ってもいいと思います。原田さん一発右を見せましたね。勝間君はやっぱり先手先手ですよね。あ、そうです。待ってないで先に先にということですね、はい。どん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 チャンピオンをこの焦りを合わせさせるね、これはいいんじゃないかと思いますよ。そうですね、間を置いてしまったらね、チャンピオンの前ですからね、はい、チャンピオンの左のボディーブロー、あー、左のストレート、ガッツと落ちた。さあチャンピオンいきます。波乱が起きるか、チャンピオンが攻める。挑戦者の顔面にチャンピオンの左のストレートが当たりまして、ガクッと腰を落としました。挑戦者こうどう耐え忍ぶか、しのぎきるか。これまで逆転に次ぐ逆転の試合で今日のこの挑戦切符を手に入れた挑戦者の勝間和夫、逆境に強い男であります。しかしよく当たってますね原田さん。そうですね、いいパンチですね。はい、左のストレート、あのコンビネーションの打つといいですね。はい、原田さん、やはり渡辺というのはですね、はい、これまでの試合を見ておりましても右のフックが非常に強い選手で、左がリードになっているという感じですね。そうですね、あの返しですね、要するにね、左から右の返し、はいはい、おっと勝間が早くも腹地です。鼻の下に血が見えます。あ、右、その速い右のフック、勝間の顎がガッと上がりました。第1ラウンド終了、早くも大きな動き、激しい動きが見られました。原田さんが10対9、小林さんも10対9であります。第1ラウンドの2分あたりで見せました渡辺の猛攻をご覧いただきましょう。チャンピオンこのラウンドを取っております。左のストレートが顔面にクリーンヒット、
まあ、原田さん、はい、この渡辺は前々回の試合ですね、パヨプンタラット戦慄のリターンマッチで返り討ちに合わせてから以来ずっとこう自分のボクシングというものを身につけて、自分のボクシングさえできればどんな挑戦者でも負けることはないんだということをしきりに言ってますね。やはり自分のボクシングできればですね、はい、やはりそういう自信っていうのは大きいですからね。だからそれを自分のものにしてますからね、はい、非常にそういう面からちゃんとその自信がついてきてるんじゃないですかね。小林さん、はい、第1ラウンドちょっと打たれた勝間ですが、はい、硬さとか力み、それはどうでしょうか。それはないんですけれどもね、ちょっとこう見る限りちょっと渡辺君の方が数段上だっていうねテクニックを見せてくれますね。あー、そうですか。まあ、勝間も自分が上回っているとすれば右のストレートの威力、そしてあとは若さと、それからアマチュアとプロを通算してのキャリアで上回っていることなんだけれども、とにかく渡辺さんのそのごまかすボクシングに惑わされないようにしますということを言っておりました。第1ラウンドに鼻血を出しました。現在は止まっております挑戦者の勝間。止めたらダメ、どっちか振って。今日は青コーナーのセコンドには、新東ジムの佐々木会長、さらには、元世界フライ級チャンピオンの小熊昌司さんが入っておりますが、サウスポーの小熊さん、渡辺選手とは WBA のタイトル2度目の防衛戦に出場いたしまして12ラウンド TKO で敗れておりますが、その小熊昌司さんが作戦参謀として、青コーナーのセコンドについております。まあ、打たれもろいところは挑戦者あるんだけれども、それが決してその芯で受けていないんで、原田さん、はい、効かないんだとね。それで回復力が非常に早いんですよということを言ってましたけれどもね。やはりですね、渡辺君のスピードあるね、そのワンツースリーですね、ストレート左右に引くですか、これを食えばね、やはりどうしてもね、はい、ダウンしますよ。ただいかにしてやっぱりまともに食わないかね、ウィグに対してですね、はい、それで前半をしのぐと、これはまた面白いと思いますね。左のストレートから右のフック、右のフックがちょっと角度が、小林さん、はい、ちょっと悪かったですけどもね、やはりパンチスピードありますよね。はい、はい、藤本さん、はいはい、このあたりチャンピオンのスピードが素晴らしいものを言ってますね。そうですね、倍ぐらいあるんじゃないですかね。そして勝間君がですね、硬いですね。硬いですか、はい、藤本さんは硬いと見る。硬いと思いますね。でチャンピオン随分柔軟性ありますね。早いラウンド、1ラウンドから1分でも早く倒したいと言っておりましたチャンピオンでありますが、試合は第2ラウンドの2分30秒を回りました。この世界ジュニアバンタム級タイトルマッチのこれまでの最短 KO というのは、右のストレート、渡辺大きく腰を落としたが、これはいや、それは当たってませんよ。はい、はい、ラファエル・オロノ、 WBA 初代チャンピオンのラファエル・オロノが昭和55年の9月に記録した3ラウンド2分56秒というのが、世界ジュニアバンタム級タイトルマッチの最短 KO 時間記録となっております。第2ラウンド終了いたしました。原田さんは10対10のイーブン、そして小林さんも10対10のイーブンと第2ラウンドつけておりますが、さて両選手の体格をご覧いただきます。30歳の渡辺、27歳の勝間、身長では勝間が2センチ上回っております。それから両腕を水平に上げて指先から指先までのリーチ、これを測りますとほとんど差がないんですが、両腕それぞれ肩口からのリーチでは1センチずつ勝間が長いというデータが出ております。まあ、これは渡辺の脅威、胸周りが大きいことにも関連しているのではないかと思います。勝間が積極的に出ました。第3ラウンド立ち上がり、第1ラウンドは渡辺がリードを奪いました。第2ラウンドはほぼ互角。勝間君のボテのストレートはいいですね。はい、さあそのあたりどういうふうに両コーナーでは見ているでしょうか。チャンピオンサイド一丁田さん、はい、やはりね上々のスタートで非常に落ち着いてリングと戦況を見つめている渡辺サイドなんですけども、あ、そうですか。今出ている指示は吉井会長からやはり気合を入れろということ、それから足立トレーナーからやはりリズムリズムというこの声が飛んでますね。リズムリズムね。一方の青コーナーどうでしょうか。大間勝司さんはね、はい、4ラウンドから5ラウンド持ちこたえてくれれば、現在のところまだ勝間を抑えていくという試合前のリズムで戦っている、で右が意外に当たるんだという感じがあります。勝間を抑えていく、渡辺を抑えていくということですか。いや、勝間は自分自身のペースを抑えていくということですね。はい、思い切っていかないということですね。はい、おっと勝間を切りましたね、左目の、鼻寄りのところですね、出血を見ております。ご覧のように勝間の左目の上がちょっと赤くなってまいりました。まあ、今山下アナウンサーからの報告がありましたけれども、勝間陣営としては5ラウンドあたりまではなんとかそのペースを落としていってなんとかしのいで、そして後半勝負というふうな、感じを持っているようでありますが、右から左、
チャンピオンも顔面好調です。でもストレート、肩腰がちょっと落ちました。挑戦者です。小林さん、はい、勝間どうでしょうか、そのしのいでいるというんでしょうか、それともちょっと打たれすぎという感じですか。いやまだね、そうそう打たれては、まともには食ってない、まともには食ってないと思うんですよね。はい、あの磁力のパンチがね、正面すぎるんですよね。正直言ってね、吸収なさってないですよ。ああ、そうですか。左のストレートカウンターです。今のもね、顎じゃなくて鼻の頭ですね。おでこで切ってる。ああ、そうです。ストレート、チャンピオンの左のストレートがビシッビシッと2発決まりました。今度はまた左のストレート、ショートからは原田さん、はい、挑戦者のその距離ですけれどもね、ちょうどチャンピオンの左が当たる距離にずっと立っているような気がするんですが、そうですね、でもそのぐらいでいいんじゃないですかね。あ、そうですか。でも体を振ってね、入った方がいいんですけどね。でも渡辺君のですね、はい、コンビネーションがないから結構助かってるんですよ。連打当たってからもね、それはどうなんでしょう、渡辺はいけないんですか、追い打ちをかけられないんですか。いや、やっぱりそれは自分の余裕から来てんじゃないでしょうね。あ、いつでも倒せる。でもそれがですね、逆になっちゃいけないですからね、チャンスはやっぱりどこで逃さないほうがいいと思いますよ。で、先ほど来からちょっと渡辺君態度がちょっと余裕してますでしょ、ああいう態度は見せなかったですもんね、今までは。あ、そうです。右のフック、ありません。第3ラウンド、あっ、ゼロストレート、最後に左のストレートをクリーンヒットしたところで第3ラウンドは終了しております。このラウンドはお二人とも10対9です。さあ、渡辺、チャンピオン渡辺の終了間際の左から右のフックをご覧いただきます。そしてこの後ゴンが鳴ると同時に左のストレートが当たっております。優勢のうちに第4ラウンドを迎えます。一方、現在のところでは劣勢に立たされております挑戦者の勝間和夫。第4ラウンドが始まりました。今度は勝間がまた立ち上がりはこういうふうに攻めていくんでありますが、しかしちょっとこう落ち着くと渡辺の左のストレート、あるいは右のフックが飛んでまいります。これが6度目の日本人同士の世界タイトルマッチ。日本人同士の世界タイトルマッチといいますと、最初の試合というのが昭和42年18年前、世界ジュニアライト級タイトルマッチ、チャンピオンの沼田義明さんに今日の解説の小林博さんが挑戦した試合でした。その試合で小林さんが12ラウンド KO で沼田さんを倒しまして、タイトル獲得に成功したわけでありますが、小林さん、はい、そのあたり、その日本人同士の世界戦というのはですね、相手が非常によく分かるといういい面があるわけですけれども、そうですね、逆にですね、また、おっと、これはバランスです、スリープダウンですね、はい、お互いの手の内を知ってるだけにね、ってやりづらいなというところがあるんですけれどもね、それはお互いですからね、はい、ただその裏を変えたりするというような、その作戦ですか、はい、そういったものがやはり非常に左右するんじゃないですか。現在のところはどうですか、お互いにそれほど新しいものと言いますかね。そうですね、勝間君のボクシングはですね、いつものトレーのボクシング、さあ、勝間、回復力はどうでしょうか。非常に速いという回復力、ファイティングポーズを取りました。渡辺がちらっと赤コーナーを見た。さあ、渡辺最初のターンを奪った。左から右、左ストレート、余裕があります。ロープを背負っている勝間、右に動いた、そして左に動いた。チャンピオン左のストレートを狙っている。右から左、勝間を右を返しました。これは空切った。左のストレートが右、さあ勝間がここで粘りを見せるか。ショータッパー、また押しこたえています。交代する勝間、渡辺、右のショータッパー効いた。2度目のダウン、しかしこの試合はフリーノックダウン、大きなダメージがなければ試合は続行されます。レフェリーのジェンキンさん、カウントを数えて、さあ残り13秒、さあこのアウト持ちこたえるか。Yeah.
効いていません。左を一本返しました。よく持ち返された。よく持ち答えた。しかもお客さんに答える余裕を見せました。このラウンドは文句なく渡辺のラウンド。さあそれではダウンシーンをご覧いただきましょう。リング真上のカメラです。1回目のダウン、そして2分33秒、右完全に宙に舞ってますよね、体がね。これは強烈な右のフックでした。さあ試合は第5ラウンドに入ります。勝負をかけるがチャンピオン。一方第5ラウンドまでなんとか持てば終盤から終盤にチャンスを自分のものにできるであろうという挑戦者陣営。逆に攻めた、逆に攻めた。高野が攻める。高野が追う。渡辺回る。いやこれは原田さん、はい、非常に面白い試合になってまいりましたね、はい、そうですね。でも先ほどもですね、はい、渡辺君が手を休めたような感じですよね。やはり無理をしないでチャンスがあったら本当にすごい位置ですね。はい、渡辺が左のストレートです。高野も右のストレートを一発。渡辺を高野は交代。とにかく回復力の速いということが自分の一つの大きなメリットであるという勝間。相手が油断をして追い打ちをかけてきたところに逆にカウンターを取るのが自分の信条ですと言っておりました勝間。いやでもねこうね打たれてしまうとですね、はい、やはりパンチのスピードも鈍ってしまうんですよね。ああそうですか、なるほど。ダメージって大きいと思いますよ。第5ラウンド1分を経過しております。藤本さん、はいはい、この第4ラウンド第5ラウンドどうですか。あのね、勝間君のね、はい、なんか右がですね、ちょっとオープン気味になってきたですね。オープン、はい、おっと足がもつれた、足がもつれた。勝間の足がもつれています。膝には絶対来ないと言っていた勝間でありますがちょっと足がもつれました。元世界フライ級チャンピオンの小林浩二を破りまして今日のこの挑戦切符を手にした勝間、世界初挑戦。奥さんの純子さんも見ております。青コーナーの後ろで見ています。いや次郎君もね、はい、チャンピオンもですねこれで気を抜いちゃいけないですね。もうねやるときは倒すときは徹底的にねかかっていかなきゃいけないですよね、はい、これまでに3度6ラウンドのスパーリングをエキシビションでやったことがあります。この両選手、そういった手応えも十分に知っておりますチャンピオン。まさか自分の相手にこの勝間が出てくるとは思わなかったというのが正直な、まず試合が始まった時の印象でしたが、右から左、細かいパンチを当てます。ショートレンジでチャンピオン手が出ない挑戦者。残り30秒を切っております。第5ラウンド一つの区切りとしております。第5ラウンド挑戦者はあと20秒になります。頭が当たりましたか、ちょっと気にしております。チャンピオンです。このラウンドもチャンピオンが見ています。終盤見ています。左のカウンターを狙いましたが、ここで第5ラウンド、これまたしのぎました挑戦者の勝間和夫。このラウンドは10対9。第5ラウンド1分30秒過ぎ、渡辺の攻撃をスーパースロー、映像の鮮やかなスーパースローでご覧いただいております。しかし原田さん、はい、あれだけ打っていて倒れない挑戦者にどうでしょう、チャンピオンとしては何か変だなという気は起きてきませんか。でもまだ余裕がありますから、その打ってでも僕は左ストレートに当たればあれですけどね、なんかこうやっぱり余裕を持ってますからね。あそうですか、ただ私の倒理をかすめるのはですね、その苦戦を強いられたラミレス戦、あるいはゴン・順天戦ですね、明らかに力はチャンピオンの方が上だったけれども、いざ蓋を開けてみるとちょっとチャンピオンの爪が甘かったために終盤追い込まれたという試合がありましたけど、だからそういうことは僕も心配ですね、後半やはり追い上げてこられますとね、はい、やはりちょっと渡辺君もですねチャンスあるのに倒せないね、そういうところがちょっとはいけないんじゃないかと思いますよ、はい、そういう面でやっぱりチャンスがあったら段階のみですからやっぱり追い打ちをかけて倒すぐらいそうですね、勝負の世界にはね武士の情けっていうのはね必要ないですからね。やはり勝間君もパンチが当たってきますとどうしても調子に乗ってきますからね。
藤本さん、あのね、僕は見てるとあの勝間君ね、はい、左をですね、彼の右でねうまくこう防ぎますね。はい、だからそのチャンピオンの左が出ないんですね、うん、ちょっとこう出遅れてしまうんですね。チャンピオンの左が出ない、はい、左が出ない、右がブロックされるため、はいはい、はいや実はですねこの辺りを小熊さんがしきりに教えたということなんですけれどもね、右構えの選手というのはどうしても左は攻撃のために使うのが普通なんで、うん、その相手のサウスポーの右をストップすることがなかなかできないんだと、それができれば右というのはサウスポーに十分対応できるだけの力を持つんだということをね言ってましたけども、ちょっと左がね、チャンピオン出ないですね、勝間君がグッと抑えますね。そうしますと小林さん、この左が勝間出ているうちは大丈夫だということになりますか。うん、そういうことなんですけどもね、それに伴ってチャンピオンもですね、そのうまく右をですね、はい、使ってほしいなと思うのはですね、ちょっと正面に過ぎるんですね、サイドに出た、そうです、サイド出ながらのね、はい、右のリードブローですね、こういったのが欲しいですよね、はい、そうすると自然にですね、左のパンチが出るんじゃないかと思うんですよね。原田さん、はい、勝間の方のそのスタミナですけれどもね、素晴らしい回復力というふうに見えるんですが、どうでしょうか。やはりこういうふうにですね、やはりいいところでですね、渡辺君もポイントを決めておかないとね、やはり徐々にですね、勝間君もですね、はい、ペースにこう、乗ってきますからね。あ、今スローだね、スロー出さったやつ、今このままいきますと、あるいはその挑戦者サイドのね術中にはまってしまう可能性も十分にチャンピオンという恐れがあるということになりますね。そうですね、チャンスがあれば本当ですね、やってもらいたいですね、はい、チャンピオンとしては一気にいかなければいけない、基礎体力とかあるいは粘り強いボクシング、それは十分に教えたというのが新東ジムの佐々木会長、それに今回サウスポーということで、サウスポー対策というものを特に小熊昌司さんに頼んだ勝間和夫陣営であります。第6ラウンドを終了いたしました。このラウンドポイントは10対9と渡辺が取っております。前半の6ラウンド終わりまして、放送席の採点、そして皆さんも、間違いなくそう思ってらっしゃると思いますが、圧倒的なリードを奪われているのがこの挑戦者の勝間でありますが、しかし藤本さん、はいはい、それにしても素晴らしい、そのなんていうんですか、スタミナと言いますかね、スタミナすごいですね、監督のね、そうですね、ちょっと彼もね、偶然のこのカウンターパンチというのはね、こういう試合で起こらないなんて知ってるんじゃないですかな。あ、そうですか、はあ、あ、だからそれをものすごく警戒してるんじゃないですかね。第4ラウンドにダウンを2度奪われました勝間、その時の動きが嘘のような感じで、第5ラウンド終盤あたりから、そしてこの第6ラウンド第7ラウンドと、なかなかフットワークも軽くなってまいりました。どうですか原田さん、そのあたり、そうですね、見違えるようなフットワークですね、動きがね、渡辺の右が当たります、左のストレートはダメ、左から右です。やはり原田さんのお話のようにですね、今ワンツースリーと3つ当てました。そうしますと案外当たるんだと。そうですね、うん、だからその後の追い打ち欲しいですからね、やはり一発だとどうしてもかわされますから、これはスリップダウンです、ナックダウンではありません。ただいまのスリップでございます。ただ右が左、やりそうな、これは効いた、正面で受けました。この試合3度目のダウン、さあ今度はどうでしょう、動きが良くなってきただけにここは頑張ってほしい勝間、試合再開、さあ声援がひときわ高くなりました。大阪城ホール左のストレート、もう、はい、試合を止めました。レフェリーのジェームズ・ジェンキンさん、試合を止めました。 KO 勝ち、渡辺の KO 勝ちであります。単独の KO 勝ちと申しておきますと、世界タイトルマッチ11連勝をマークいたしましたチャンピオンの渡辺、 WBC のタイトルはこれで3度の防衛に成功いたしました。よくここまで頑張った挑戦者の勝間でありますが、チャンピオンに世界戦7度目の KO 勝ちを許しております。ただいまのタイム7ラウンド1分26秒、渡辺清和のテクニカルノックアウトでございます。お聞きのように第7ラウンド1分26秒が公式のノックアウトタイムであります。認定賞WBC ジュニア団体の
下は1985年9月17日大阪市において勝間和夫と WBC ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦を行い勝利を得たのでここにチャンピオンたることを認定します。1985年9月17日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー保坂誠、保坂誠コミッショナーから今認定証が授与されました。認定証が授与されました。試合が終わりましても笑みがこぼれます。チャンピオンの渡辺二郎、これで世界タイトルマッチ世界戦11連勝をマークいたしました。最後は左のストレートがクリーンヒットいたしまして連続2度のダウンを奪われてそれで試合が終了しております。さあそれでは11連勝をマークいたしましたチャンピオンの渡辺二郎選手に、準備ができましたらば話を聞いてもらいましょう。チャンピオン、世界戦これで11連勝です。おめでとうございます。どうもありがとうございました。今日はですねぜひともやはりこう倒して勝ちたかったんじゃないですか。そうですね、途中ね会長に気合いを言われたんですよね。もちろん気合をずっと入れてました。はい、まあ、自分のペースでねいつでも倒せるという気持ちもありましたし、とにかくやっぱり経験はねいろんなこんな試合の経験はなかなかないし、ですから無理ちょっとね途中無理に振ってしまってね会長に殴られてコンビネーションでということで、ね、コンビネーションで今打たれました。4ラウンドにですねもうこれでフィニッシュかなと思ったんですけど勝間選手も頑張りましたね。そうですね、5ラウンドかねぐらいでねこれからだこれからだって勝間選手がねやりながら言うてるんですね。素晴らしいですね、あのファイトはあんな初めてで本当にね冷静の時にこれから俺は勝負だって、ね、順で口走りながらね僕に言ってたの聞こえてました。はい、しかしこれでですね前回の防衛戦のその胸の使いもチャンピオン取れたんじゃないですか。いやまだまだね自分の目標は上にありますし、まあ、一戦一戦頑張っていきます。はい、本当に今日はおめでとうございました。どうもありがとうございました。勝ちました渡辺二郎選手に東京バンク大道路銀行日野自動車 YKK 吉田工業サンスター水野各スポンサーへ消費者庁トロフィーが株式会社オートバンク勝ちました渡辺選手にはオートバックス大道ドリンク日野自動車 YKK 吉田工業サンスター水野の各スポンサーより消費者賞トロフィーが株式会社オートバックス角野俊夫社長より贈られました。また敗れましたしかし完投いたしました勝間選手には完投賞トロフィーが贈られております。そして勝ちました渡辺選手には読売テレビ放送報知新聞社から主催者賞が読売テレビ放送森志郎スポーツ局長より贈られております。それではフィニッシュとなりました左のストレートのシーンをご覧いただきます。ようやく動きが良くなってきたのそこを捉えた渡辺の左のストレートでした。もろに腰から落ちております。これがフィニッシュとなっております。7ラウンド1分26秒、7回1分26秒渡辺議論のえ公式のノックアウトタイムが改めて告げられておりますが7ラウンド1分26秒、見事に約束通りの KO 勝ちを果たしましたチャンピオンの渡辺二郎であります。藤本さん、はいはい、今日の試合をご覧になっていかがですか。ちょうど僕の予想通りだったんですね。回数もね本当に7ラウンドから9ラウンドというお話がありましたけど、はい、しかしそれにしても試合中にも伺いましたけれども、はい、勝間選手の頑張りが試合を盛り上げてくれましたね。そうですね、勝間君本当によくやりましたね。本日はご来場ありがとうございました。原田さんはどういう印象を持たれましたか。そうですね、やはりその前からのですねやはり打たれた直蓄積してましたね、その打たれがね。で7回まで来たんですけど無理をしないで、やはり倒れそのいいパンチが当たってですね倒れたような感じしますね。でもそこまでやっぱり勝間君の頑張り抜いたね、どうしてもここまでだっていう感じでねと思いましたね。そうですね、はい、でもやっぱり勝間君のファイトはやっぱり大したもんだと思いますよ。あれだけのダメージ受けるとほとんどもう3回、4回ぐらいダメでしたね。そうですね、もう朦朧としてますしね。今ジャジペーパーが参考記録として来ておりますけれども、これが最後のフィニッシュとなりましたスローです。スカイカメラからご覧いただいております。大阪城ホールの天井に取り付けたカメラからその最後腰から落ちておりますが、ジャジペーパーでは
はあ、渡辺が2ポイント奪われているというジャッジが1人おりますね。ああ、そうですか。第2ラウンドとそして第6ラウンドですか。ああ、まあ、この辺りに挑戦者の勝間の健闘が伺われるわけでありますが、小林さんはいかがですか。はい、ですね、まあ、正直言いまして、7回まで持ったっていうのはね、うん、逆に僕はチャンピオンが持たせてくれたんじゃないかというような気持ちがありますね、正直言いましてね。厳しい見方ですね。はい、うん、まあ、そのくらいね、正直実力差ってありました。ああ、はい、そうですか。まあ、本当に投手はありましたけどもね、勝間君ね、はい。それではここでちょっとコマーシャルをご覧いただきます。まあ、今小林さんからは大変厳しい、勝間に対しては厳しい見方が出ましたけれどもね、はい、しかしそれにしてもその第4ラウンドのダウン2度、その後のその回復力で、しかも私はちょっと触れましたけれども、第6ラウンドから第7ラウンド、むしろ動きが良くなったというのは、これは藤本さん、どういうところにあるんですか。そうですね、僕はあれはね、もう4回で、次5回はね、これはダメだと思ったんですね、勝間君。そこで急に何かこう蘇ってきたですね。と同時に硬さが取れましたね。あ、そうです、うん、なんかそれまでは一生何かこう一発狙ったんだけども、何かその4回超えた後でですね、急に何か俺のこの生涯のボクシングやってみようというようなね、そういう柔らかさっていうのかな、なんか力みたいなのが出てきましたね。ただ、これね、スーパースローでご覧いただいておりますが、1回目のダウンですね。はい、橋田さん、はい、山下さん、勝間のリングサイドについていたセコンドについていた大沼翔士さんはね、力の差だなと、そして前半持ちこたえて後半勝負と、うん、そういうつもりだったんだけれども、前半にいいパンチをもらいすぎたと、自分の思う通りのボクシングができなかったということです。もう少しパンチをかわしておけば終盤にチャンスが生まれてくると。そうですね、それが作戦だったわけですね。はい、うん、原田さん、それとですね、はい、逆にその勝間の動きが良くなって前に出たりする動きが出てきたので、うん、チャンスがチャンピオンの方に傾いてきたということも言えるんじゃないですか。それは言えますね。はい、やはりカウンターにも当たってますしね。はい、でも勝間君の動きがですね、やっぱりそうですね、やっぱりここで行こうという感じで受けたんでしょうね。それがうまくやっぱりチャンピオンのですね、逆にカウンターになって当たったんじゃないかと思いますね。はい、まあ、その前から打たれてますけどね。まあ、藤本さんね、はい、試合を全部ひっくるめましてね、うん、これからの渡辺二郎に期待するものっていうのは、そうですね、この次の試合が大きな期待の正念場でしょうね。だから今日の試合というものがその下敷きになるとは僕は思わないね。今日のはだからこれでですね、一つのちょっと押さないでください。正念場、次が正念場ですからね、今日の下敷きにしてね、こういうものの延長の上に次の防衛戦があるということは、年齢的に見てもね、あらゆる面でも相手にとってもですね、はい、違うんじゃないですかね。ああ、そうですか。はい、いろいろと挑戦話、渡辺二郎には上がっているようでありますが、原田さん、一言でやはり期待をちょっとお願いします。そうですね、やはり今日のですね、やっぱりいろんな選手が相手いますからね、やはりこれからやっぱり渡辺君も勝つコツを知ってますから、はい、やはりそういう意味でですね、やはり楽しみだと思いますよ。はい、はい、小林さんは厳しい見方をしましたけれども、はい、今度はもっと早くチャンスがあれば行ってほしいという。いや、そういうことですね。というのはね、もう皆さんおっしゃったようにね、もう30歳ちょっと超えてますからね、そういったので体力的にはね、これから消耗すると非常にね、回復するのが遅いんですよ。ですからもうチャンスがあった時には思い切って行ってね、早く決着をつけちゃうと。はい、渡辺二郎が11連勝を飾りました今日の試合、第7ラウンド1分26秒、テクニカルナックアウトで渡辺が勝利を収めております。それではここでお知らせに続きまして、チャンピオン渡辺二郎のこれまでの激戦の数々を一つ振り返ってみることにいたします。